ホセアルベルト・マルティネスは、ベネズエラ・バルガス州、ラグアイラ出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。身長約198センチメートル、体重約98キログラム。MLB のニューヨーク・メッツ所属。愛称はカフェ。元メジャーリーガーのカルロス・マルティネスを父に持つ。2006年にボルチモア・オリオールズと契約して、プロ入りも、同年中に、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍。 この年は、ルーキー級、ベネズエランサマーリーグの両球団の参加でプレイし、2球団合計で54試合に出場して打率、278、4本塁打、30打点、5盗塁を記録した。2007年に、アメリカ本土に渡り、アパラチアンリーグのルーキー級ブリストルホワイトソックスで、プレイ。65試合に出場して打率、282、7本塁打、 37打点、12盗塁を記録した。2008年は A 級カナポリス・インティミデーターズでプレーし、39試合に出場して打率。306日本塁が18打点、7盗塁を記録した。2009年はプレーしなかった。2010年はルーキー級ブリストルと A 級ウィンストン・セーラムダッシュでプレーし、2球団合計で67試合に出場して打率。 256,6本塁打、29打点5盗塁を記録した。2011年は a 級ウィンストン・セーラムと a 級バーミングハム、バロンズでプレイし、2球団合計で133試合に出場して、打率307,6本塁打、45打点7盗塁を記録した。2012年は a 級バーミングハムでプレイし、112試合に 出場して打率2485本塁打42打点6盗塁を記録したオフの11月2日に FA となった2013年シーズン前にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだこの年は参加の AA 級ミシシッピブレーブスでプレーし123試合に出場して打率2856本塁打39打点 6盗塁を記録した。オフの11月4日に FA となった。2014年は6月まで独立リーグであるフロンティアリーグのロックフォードアビエーターズでプレーし、28試合に出場して打率。337、3本塁打、14打点、6盗塁を記録した。2014年6月20日にブレーブスとマイナー契約を結んだ。 A 級リンチバーグヒルキャッツでプレーし、66試合に出場して打率。319、4本塁打、34打点、5盗塁を記録した。トリプル A 級オマハストームチェイサーズ時代2015年1月28日に、カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。この年は、三加のルーキー級アリゾナリーグロイヤルズと、トリプル A 級オマハストームチェイサーズでプレー。 2球団合計で102試合に出場して打率。382、10本類六62打点、8盗塁の成績を残し、トリプル A 級オマハでの打率。384は、パシフィックコーストリーグのこれまでの最高打率を更新する形となったが、その2輪上にダニー・ドーンがいたため首位打者は逃した。オフの11月6日に40人枠入りした。二千十六年も開幕から、 トリプル A 級オマハでプレーしていたが5月18日にディーフとなった2016年5月25日に金銭トレードでセントルイスカージナルスへ移籍した移籍後は参加のトリプル A 級メンフィスレッドバーズでプレーし87試合に出場して打率2698本塁打47打点9盗塁を記録したまた 一席前を含む2球団合計では124試合に出場して打率。278、11本類打、60打点、11盗塁を記録した。ロースター拡大後の9月6日にメジャー初昇格を果たし、同日のピッツバーグパイレーツ戦でメジャーデビュー、9月8日のミルウォーキーブルワーズ戦ではメジャー初安打と初打点を記録した。 この年メジャーでは12試合に出場して打率438、1打点を記録した。2017年はスプリングトレーニング中のプレシーズンゲームで共にチーム最多の19安打、15打点の好調さを買われ初めて開幕25人枠入りした。4月25日のトロントブルージェイズ戦ではメジャー初本塁打を放った。 6月13日のブルワーズ戦では1試合に本塁打を放つ活躍を見せ、チームも6から0で勝利した。この年は106試合に出場して打率、309、14本塁打、46打点、4盗塁を記録した。2020年1月9日にマシュー・リーベラ・トーレとドラフト開始名権とのトレードで、ランディア・ロサレーナと、 ドラフト上位指名権と共にタンパベイレーズへ移籍した。2020年8月30日に後日発表選手とのトレードでシカゴカブスへ移籍した。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2021年1月14日にニューヨークメッツと100万ドルの単年契約を結んだ。オプションとして最大50万ドルの出来高が含まれる。ありがとうございます。